はい、ハニボケ仲良し度チェック、イエイ、イエイ、このコーナーは、ハニボケットのメンバーが、何を考えているのかをメンバー同士で当てていくという、はい、難しいね、これは難しいです非常に絶対合わないんだけど当てに行くというゲームです、はい、なので、そうそう見えてるかな、ハニポケで細っ字細っ、というわけで、りょうちんさんが思い出があるライブを書いてもらって、はい、それを僕他の3人が当てに行く、当てに行くと、なるほど、りょうちんだったらこれじゃないかなっていうのを当てに行く、うわー、なんだろう、これは当たらないと思いますまあそこからなんかエピソードが出れたらいいなっていうそんな感じでやっていきたいと思います、はい、なんでりょうちんさんが当てるのを自分の思い出のあるライブじゃなくて、りょうちんさんがこう書くだろうっていうのをみんなで考えていきましょう、はい、じゃあシンキングタイムスタート、はい、むずいな、そうだな、だってライブなんて数知れずやってますから、ね、はい、大丈夫、みんな書けた、書けた、はい、はい、いきましょう、結果発表、結果発表じゃないな僕ら の, あ, のあれを当てていきましょうという、はい、じゃあ、りょうちんが最後に出すんで、あきさんと僕とたっくんで、うん、まずはドンってやってみましょうか、はい、せーの、ドン、はい、あきさんはなんだ、東京でやったあの日見た幻想、多分チャプター3かな、はい、僕も一緒ですね、あの幻チャプター3、りょうちん初ライブ、わすごい、もう仲良しか、仲良しか、ね、もう仲良しか、これは俺の違うのだね、りょうちんだけ仲良くじゃないから面白いな、はい、ね、じゃあ、俺当たってもすごくね、すごい、じゃありょうちんさん出してください、はい、結果発表、どうぞ、結果発表、で全員正解、初めての方言、これやらせなしですよね、すごい、今バーって書いて、すごいすごい、バーってやったから、そう、ね、俺も3だっけ4だっけどうちょっと両親のとれない、これ墓を回してる、墓回してる、カタカナで墓って書いてる、墓さんの墓だね、墓だよね、墓回ってますね、回ってます、はい、すごい、超こんなこと大きいんだ、俺これ外れた時からなんかエピソードが出ていくっていう、そういうトークにしたかったんだけど、一応もう一個あったのが直近のワンマン、僕もそれ、私もそれ、この4人になって初めてやってワンマンでした、迷った、やっぱりこっちっすよね、うん、東宝というものに触れたのも、そうだね、まあ、触れたというか、まあ、アレンジをした、そうだね、回ったのもここが初めてだったので、いろいろ思い出があります、そうだ、初ライブがいきなり悲風曲ばっかりやったっていう、そうなかなかマニアックなバンドされてた、よかった、いや、すっきりしたな、なんか今、でも両親的にどう、うん、その思い出っていう、思い出という意味ではどこら辺にやっぱ思い出が、そうですね、まあもちろんあの皆さんご存知、僕が東宝好きだったっていうのももちろんあります、うん、その東宝ライブっていうのもそうですし、うん、まあ、ハニーポケットというバンドに入って初めてのライブもそうだったし、やっぱり今までやってたライブよりはるかに大きい舞台でもあったんですよ、うんうん、でいろんな多くの人に見てもらえたっていうのもあったんで、やっぱどうしても思い入れがありますよね、全然もうライブというものに思い入れがあります、うん、まあ、練習も大変だったっていうのもありますけども、急ピッチでやったらね、まあ、あの頃はね、まだ僕の色をどこまで出していいのかわからなかった部分なんで、あのアレンジというか、まあ、その結構いろいろ大変だった部分も含めてね、うん、思い入れがあります、なるほど、練習から、うん、それはね、うん、まあそうだそうだよ、そこから幼稚園のハニポケが始まってるんだからね、そうですね、はい、僕らも当てられてよかった仲良しですハニポケいきなり仲良し出ちゃった、以上ハニポケでした、仲良しとチェックでした、終わっちゃうの、終わっていい